らしいぬせらしいぬせらしいぬせは、セントローレンス川にある急流で、カナダのモントリウォール島、ラサル地区と南岸との間にある。ここの川底の地形には、急な段差が存在し、川の水量にも季節変化がないため、そこでは、波の形は定常的となっている。このような波としては、世界で最も波が高い。過去においては、朱運の大きな妨げであり、 一旦陸上げし陸運する必要があった。1825年にモントリオール島南西部を抜けるラシーヌー運河が完成した。しかし引き続きモントリオールより内陸側は鉄道で輸送しモントリオールで大西洋への外交船へ積み替える方が有利な点も多かった。これがモントリオールがカナダで最大の鉄道集積地である理由である。今日においてここは セントローレンス回路をなす南岸の運河で通過できる。渡り鳥がここにある幾多の島を利用する。ここに到達した初めての欧州人は、ジャック・カルティエである。1535年セントローレンス川を遡り、北西航路を発見したと信じていた。ここで歴史した船員の名を取って、急流を三類と命名し、その名は、その後三類湖にも付けられた。 また地名を中国へ向かう道を阻む急流の地と呼んだ。その後、急流の名も、ラシーヌと改名された。急流イカダダりと、噴射線巡りができる。アビタ67団地の付近での波乗りと、急流カヤックに人気がある。運河は、モントリオールのオールドポートから、三イ湖までをつないだ。コミッションで突破にミージュクイベック、ラピーズでラシン。ありがとうございます。